今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、IOST、ネムの方をやっていきます。ですね、今日はですね結構下げてきてるんですよね。昨日まではですね一旦ここ調整ちょっと深掘ってからのまた、上昇波が来てたんですけども、またここでねもよもよしてから、ストーンと落ちてきたんですね。で落ちた要因としてはですね、何かあったっていうよりも、チャート的にこの上値が重くて、なかなか抜けることができず、落ちてきたっていう感じだと思います。はい。で一旦ここで下げ止まったんですけど、もう一段階下げてきて今ちょっと反発してきているっていう、状態なんですけども、ここが、僕がですね昨日おととい爆上げフラグっていうふうに言ってました。それは一応条件を言ってたと思うんですけども、それがですねこの黄色の線ですね、5週にわたって過去5週にわたってこの黄色の線まで、きっちり合わせてきてるんですよ。それは週足で見ればわかるんですけど、はい、今週足に変えましたと、週足レベルでここですね、ちょうどここが、390万円付近ですね、っていうところがぴったしここに4週にわたってね合わせてきてますよね。はい、1,2,3,4,5 ですね。ただですね、明日日曜日でしょ、で明後日月曜日週足また更新されます。明後日の週足更新までに、今ここまで下げてきてるわけですよ。グググググッと押し上げてもらって陽線になってたら大きな下ヒゲをつけてまたね、次上を試しに行ける。その時にここの三角もじゃない下降ラインも一緒に抜けていける。その場合は、爆上げする可能性があるよというふうに言ってたんですけども、全くですね今逆に動いてきていて、明日の日曜日タイムで、買いが入ってね、グググと買われない限りは、逆に今度下をね下掘る可能性が出てきていると。結構大きな詐欺になってきているっていうところで、またね、そのチャートのその見方っていうのがまた今変わってきてるよっていうところです。はい。ただですね今この1もう一段階下げたところっていうのは一気にまた買われて今ちょっとした反発が来てるんですけども、要はですねこれ今1時間足なんですけど、ここグググと上がってきたとしてですよ、じゃあこの下降ラインがまずここね上値が重くなっていると。でここを突破して初めてこの、週足ね毎回揃えてきていたラインっていうところまで、来れるようになるんですけど、今回はこのね下降ラインが効いているっていうところで、このね5週続いてきた390万円台っていうところを守れなくなってくるんちゃうかっていうのが今懸念されてきてると思います。ここを上抜けできずこう下がっていくと、たらたらこう下がっていく、みたいな、その動きですよね。そういった形っていうのの一つ懸念材料がありますので、一つはここ下降ライン見といた方がいいと思います。下降ラインっていうのは、ここですね、直近の高値から引かれるこの下降ラインですよね。で、こう三角持ち合いみたいな形になってますので、落ちてくるのであればここを切り上げるかというところも見といた方がいいと思います。ここの直近のね最安値から、ここを切り上げてくれてまた反発して、こういうねこの三角の中をうようよしていく、そういった風になってくると27,28,29,30,1,2,3,4来月の4日ぐらいまでね、この三角持ち合いがこの来月の4日ぐらいまで続くと思いますので、4日ぐらいまでにはどっちかにちゃんとトライするのかなというところです。でもしもですねここ週足レベルで漁ってですね、ここを超えられなかったらもう結構早めにこの三角持ち合いのここを切り下げてくるんじゃないかなと思います。ここね
下げてくると思います。ただ直近の最安値も割ってくる可能性結構高くなってきますので、まあいよいよですね、ここですね329万円でそこを売ってたところっていうのがまたさらにもう一段下に行くんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、もう一つそのファンダ的な話で言うと JP モルガンが世界指数の発表でですねビットコインの適正価格っていうところの発表が あったと、その価格がまあ大体日本円で250万円から、390万とか、あ、もうちょっと下ですかね、385万とか、そのぐらいの価格帯になってるわけですね。っていうのを考えるとここの週足のね390万円台っていうのは、まあ、少しねちょっと上の方になってきているというふうになります。でもっと言うと250万円までまだ全然下げてないんですよね。今回のこの暴落っていうのがそこを作ったのが、330万円付近ですので、上値はもうそこそこね、結構試してきてるんですけど底値がまだ全然試されてないんですね。250万円ぐらいまでまだ全然落ちきってないので、こっからね下手したらその爆上げフラグのここを否定されてですねこの条件を、大きな下髭を作れずに、もう一段階、また下げてくる可能性っていうのが詰まってきているというところです。ですので、まあ、直近でまず見とくべきポイントとしてはですね、まあ、ここをまずは、今日ですね、あ、今日明日でどれぐらい買われるかで、その買われ方というのがここ付近で下げ止ま、ちょっとね抜けきられなくてもちょっと横抜けてもいいのでとにかく週足がここにねきっちり合わせることができるかどうかっていう風なところを、まあ、390万円付近まで上げ切れるかというところを、まあ、直近では、見とくポイントとしてはですね、見とくべきかという風に思います。でトレードに参加できするのかどうかっていうところなんですけど今はちょっと控えとった方がいいという風に思います。はい、今は控えとってもらって、まあ、もしもですねここをですね上抜けするよと390万円付近を、まあ、週足がね、更新されたタイミングで上抜け してきたというふうなことになればですね、結構大きな下髭を作ることになりますので、その時は買っていいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということですので、まあ、一応ですね、直近はそういった形で戦略してもらえればというふうに思います。RSI 的にはまだいけるんですけども、まあ、今はですね、もういろんなのが加味しておりますので、世界の情勢だったり、アメリカの意向とかですね、いろんなことが加味していて、まあ、悪いファンダだけではないんですけどね、はい、ビットコインとか、あ、ビットコインじゃない、エルサルバドルの件とかでもですね、明るいニュースもあったりもしますので、そういったのを加味すると、まあ、横、もしくは、どちらかというと下げ目線になってきているというところです。はい、続きまして、XRP リップルです。はい、リップルもこう長く続くねこの下降ラインをなかなか上抜けできずでさらにここ切り上げては来てるので三角持ち合いにはなってるんですけどまず今一旦ここのね三角持ち合いの底値を試して一旦反発し始めてきているという風な状態にありますと。まあ一応ここでね三角持ち合いが意識されて上を目指していく可能性はあるんですけど直近では、まあ、ただ上げ幅としてはまあ65円付近ですねから81円とかですね、その辺ぐらいの間を行き来する可能性というのはまああるというふうに思っております。で直近の目線としてはですねやっぱりこの下降ラインですね短期のこの小さな下降ラインがありますので三角持ち合いの中で、この下降ラインを一旦上抜けするとですね、まあ一旦上を試しに行く可能性も出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあただ、買いがなかなかね、入らない場合は、この直近の高値のところで押さえつけられて、まあ横こうやってね、していく、みたいな形も全然ありますので、まあ、リップルに関しても、まあ今は一応様子見た方がいいですね。
本格的に上昇波が始まるかどうかっていうところですね。それとももう1段階もう2段階下げてくるのか、まあ、そういったところを見とった方がいいというふうに思います。まあ、40円とかね、その辺ぐらいまで落ちる可能性全然あると思います。40円付近って結構買い支えられるポイントがね過去あったと思うんですけど、うん、ちょっと待ってですね、週足レベル見たら40円付近のこの辺ですよね。この辺は結構ね長い間ね行き来してるんですよ。この辺ね、この辺、この辺ね、長いでしょ。40円前後のとこっていうのは結構な、まあ期間ですね、そこをこう行き来していた期間が多いですので、まあ30円から40円付近っていうところはですね、まあ、買い支えられるポイントにはなってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ただまだ67円ですので、まあ、ここから下げると言いましても、まあ、いきなりガンと下げるというよりも押し目を作りながら一旦押し目を作るんだけども、上値を切り上げきれずストーンと下がるみたいな、まあ、どちらかというと下げ目線になってきているっていうことですので、そこは見とった方がいいと思います。まあ、ただもちろん上げる可能性もありますので、ここをね上抜けできたのであればですね、一旦の上昇波っていうのが来て、この大きく見てこの三角持ち合いっていうところを上抜けして、この最高値、直近の最高値を上抜けできるかっていうところは、まあ、よく見といた方がいいというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きましてイーサリアムです。はい、イーサリアムもですね、ちょっとライン書いてたんですけど消えてるので引きますけど、まあ、この長くね、引かれるこの下降ラインがこうやってね長く続いてるんですね。でそこではですね、やっぱここを守ってくるんですね、イーサリアムは。でそのビットコインが今回ねまたもう一段階下げるときにここを守れるかどうかっていうところなんですけど、おそらくね相関してくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、一応今一旦、ビットコイン、リップルと同じく、まあここで底根をついたかのように、こう反発あるんですけど、まあ、ちょっとだけね切り上げてますので、こういうふうなねなだらかなイーサリアムはね下降ラインも上昇ライン作るときもなだらかに来ておりますので、この辺をね守りながらしっかり上げていくのかっていうところを見といた方がいいというふうに思いますし、まあ、見方としてはですね一旦ここでね、この買い支えられているポイントで一旦上昇し始めてきてますので、本来なら28万円付近っていうところまでを目指していけると思うんですけども、まあ、ここ最近見てるともう常にこう下げ模様っていう形になっておりますので、まあ、そこをね打開できるかっていうところです。あとはビットコインの動向がどういった形になるのかっていうふうにもなりますので、ここで反発してからのこのね一旦の上昇というのがどのくらいまで来るのかは、まあ、よく見といた方がいいというふうに思います。はい、で直近の一番近いところで見るべきポイントとしてはやっぱここですね。ダブルトップを描いた時の上値が重くなっていたこのライン、日本円でいうと22万6千円付近ですねっていうところは、まあよく、ここはね下げ止まるポイントとしては結構あるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあ続きましてビットコインキャッシュです。ビットコインキャッシュもですね、まあちょっとイーサリアムと似てる感もあるんですけども、こういう下降トレンドも引かれてまして、どれもでどの通貨も今はですねこの中でもよもよしているみたいな形になってきておりますので、で一旦反発が開始されているっていうところですね。でまあイーサリアムと同じ似てますので、まあ戦略も似てくるんですけども、チャート分析としてはやっぱこの上値、直近のねダブルトップを描いたこの、最高値のところっていうところは、まあ、意識されてくるっていうのが一つと、
一旦底をついたように見えて今反発してきてるので、まあ、この線でね、一応上昇トレンドが引けるというふうに、仮定して、ここからねまたここをさらに下掘るのであれば結構な悲観が走って、もう直近のこの最安値というところを割ってくる可能性もありますので、まあ、そこはよく見といた方がいいというふうに思います、はい。でビットコインがね下げてきたらこれも下げてくるともちろん思いますので、ビットコインキャッシュはやっぱビットコインに相関するね割合が多いっていうか強いと思いますので、まあその辺はよくね考えてトレードしておいた方がいいというふうに思います。はい、この長く続くねこの下降ラインを上抜けできたらですね、少し明るい、まあ模様でね投資家たちが買い漁ってくると思うんですけど、まあ、なかなかねそういう風な感じにはなれず今モヤモヤとしている状態ですので、まあ一時ねやっぱりちょっと横横していくんじゃないかなという可能性はあると思います。はい、ですのでまあ投資をねするかどうかというところで言うと、まあイーサリアムの時ちょっと言い忘れてましたけど、まあ今はまあちょっと手をつけれないと、このね三、まあ、この三角持ち合いの動向を確認する、もしくはなんかファンダとかでこう上げてきてここをね一気に抜いてく基礎なぐらいの勢いがあるかどうかというところを確認したり、まあ、逆にここをね下抜けてくる可能性というところをまあ週足とかのタイミングでね、更新のタイミングとかでも判断できるかもしれませんので、そういったところをしっかり確認できてからまあトレードに参加していくと、一応固くね、戦略を見ていた方がいいというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、はい、ネムはですねやっぱりこの下降ラインがやっぱ効いてるわけですね。で上値を押さえつけられて今はちょっとじわじわと、はい、このね下降ライン上で、落ちてきているっていう状態にあるんですけども、まあ結構じわ下げしてきてると思いますし、こうね、突破できるほどのまあなんていうのかな、力は今のところないのかなというふうに思っております。結構もう一旦下げましたので9円付近まで一旦行きましたので、まあNEMに関してはもうまたねその辺をねこう推移していくと、もともとそのぐらいですね8円とか、9円10円付近っていうところは、過去ね、結構な、時間行き来していた場所ですので、まあ、ここから上がるというよりは、ここのね、下降トレンドを早めに抜けきれない限りはですね、まあ、その辺の価格帯、だから今ぐらいの価格帯というところを横横していく可能性というのは強く待ってきてるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ですので、まあ、まだですね、まだ深掘ってくる可能性十分ありますので、まあ、もうちょっと見て、買っていきたい方はですね、まあ、せめてもやっぱ10円以下ですよね。10円以下のところで買っていって、しかも長期で見るならまだいいんですけど、短期でね、トレードしていた方にはまあおすすめできないかなというふうに思いますので、まあ、今はちょっと手はつけれないなっていうところです。はい、ですので、皆さんも、もし買っていきたい方はですね、長期で、投資して、でもうちょっと下げてきてから、トレードする方がいいと思います。まあここをね 9.4 円付近っていうところをまだ割ってくる可能性ありますので、そこぐらいは狙っていってもいいと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。全然まだ落ちてこれると思います。はい、はい、じゃあ続きまして IOST です。はい、 IOST ですね。 IOST はですね、まあ結構ですね、今回のそのまあ、昨日おとといのですね暴落からですね、まああれなんですよね、反発が全然微妙なんですねこれだけ。今さっきネム見たと思うんですけど、まあ陽線で今ね反発してきてるんですよ。でどの通貨もですね一旦の陽線、ですけど IOST はですね、まあ一旦ポンと上げはしたんですけど、2円付近まで上げきれたんですけども、まあ、すぐ売り叩かれて今陰線が出てきていると。まあそれもまたね陽線に変わりそうにはなってるんですけど、まあ結構弱いなといった印象にありますので、
まあ、一旦ここのね、まあ、下降ラインまで、こうタッチする可能性は全然あるんですけども、今後まあ 1.5 円とか付近まで落ちていくんじゃないかなと思いますよ。1.5 円、まあちょうどこのね、直近の最安値のこの場所ですね、この辺ぐらいまでの値まで落ちていって、まあじわじわと横横としていくんじゃないかなというふうに思っております。はい。ですので、まあ、もしね、買ってきた方は、まあ、ネムと同じで、もうちょっと下げてから、がいいと思います。僕もね、もともと 2.4 円で売ってたんですけども、思った以上に下げてきてくれたので、まあ、もうちょっと待とうかなってなってるんですね。で、まあ、1.4 円とかですね、1.2 円付近ですね。ね、その辺ぐらいっていうところで、まあ、結構横横して、まあ、底堅い動きが見られたらですね、一旦僕もね IOST 買っていこうかなと思います。はい。まあ、今はちょっと手をつけれないっていうところですので、まあ、皆さんもね参考にしていただけたらというふうに思いますし、でさっきのねネムもちょっと言い忘れたんですけど、ちょっとしたねこの三尊天井っぽい感じの形を形成しつつありますので、ここからまたストーンと下げてくる可能性も、まあ、なきにしもあらずだというふうになりますので、まあ、一応見といてください。はい。まあ、ということですね、まあそうですね、まあ、条件はあれどですね、一応フラグとしては上がるフラグはあったんですけども、まあ、ちょっとね、今重たい展開になってきているというところにありますので、まあ、一応週足がねもうちょっとで、更新されますので、そういう結構ね重要な局面になるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ、そこは注視して見といてください。はい。ということで今日も相場の分析をこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったと思う人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックを使っていて、ビットバンクの方はアプリが使いやすい、手数料が安い、指し値取引ができるということで、まあ、日本の取引所ではかなり、おすすめの取引所になっております。で、コインチェックの方は取引手数料はまあまあ高いんですけども、何より、取り扱っている通貨の数が日本で最も多いんですね、日本の取引所の中で。ですので日本の取引所って結構安心できますので、この2つを持っておくとバランスのいい取引ができると思いますので、ぜひ登録してみてください。概要欄に載せておきます。はい。ということで今日の動画を終わりたいと思います。ソーツ。